2020明治安田生命 J3 リーグ第8節。この時間は AC 長野パルセイロ対ガンバ大阪 U23 の一戦をお届けしていきます。向かって左、白いシャツがアウェーガンバ U23、 右オレンジのシャツがホーム長野です。それではホーム AC 長野パルセイロのスターティングイレブンです。ゴールキーパー、今日が今シーズン初出場の立川小太郎。ディフェンスライン右から川田、吉岡、浦上、水谷、中盤3列目に藤山と坪川、2列目真ん中に東が入りまして、その脇を三田と大城が固めます。前線はワントップ木村が入りました。アウェーガンバ U23 のスターティングイレブンです。ゴールキーパー、怪我から復帰しました一森。ディフェンスライン右から3バック予想です。トーマ、タビナス・ジェファーソン、山口、中盤底の位置に一丸が入りまして、2列目右から白井、奥野、柴本、塚本、そして前線2トップ遠山と川崎のコンビです。この30番塚本大は左のサイドハーフで入っているようです。いい受け方を見せた遠山、川崎前を向く、川崎自分で行く、シュートを打ってきた。ここはキーパー立川の正面でした。今日のゲームファーストシュートはガンバ U23、 この34番川崎周平から生まれました。山口、川崎タッチには塚本を使った、塚本カットイン、川崎を使う、山口を使った、最後は山口のクロスでした。山口のグラウンダーの折り返し、ただ最終ラインの選手なんでボールを取られるとピンチになります。さあ残っている塚本、中に置いた塚本、シュートは打てませんでした。縦につける川崎、シュートは打てない。立川残せませんでした。オレンジの壁が立ちはだかりました。最後ディフレクションあったところ、立川がなんとか右手を伸ばして残していこうとしましたが、そのままゴールラインを割りました。置いてまだ持ちます。下げて浦上、水谷、藤山、東、三田も関わる、三田グラウンダークロス、シュート。これはサイドネットを外から揺らしていたようです。遠間から白井、ワンタッチで遠山を使っていく。さあ木村にボールが入った、木村強い、三田の上がりは使わず木村シュート、自ら右足振っていきました。よく書き出しました一森純です。浦上、ここは白井が寄せる、水谷ダイレクト、ディフェンスラインの背後に落としてくる、佐藤収めた、縦に仕掛けるまだ行く、東から中へ戻してシュートを打ってきた。ディフレクションあってわずかに枠を外れます。29番川田に代わりまして20番の吉村譲、そして今日はワントップに入っていました11番木村に代わりまして13番佐野翼が入ります。さあこぼれて川崎自分で行く、右足シュート、際どいシュートになりました。自ら持ち運んで右足を振り抜いていきました。坪川入れてニアサイド、こぼれたところシュートを打ってきた、詰めた、ゲット。
佐野翼2試合連続だ。大きな大きな1点です。76分。さあリプレイです。坪川が入れたボール、こぼれたところ、シュートを打ってきました。さあいいところにポジションを取っていた一丸、ふわりと浮かせて遠山使う。遠山、立川との接触。このパスが少し伸びてずれます。ここで長いホイッスル。そしてこの佐野翼が76分に挙げた1得点を守り抜いて、長野ホームでの連勝記録を伸ばします。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。